おはようございます。おはようございます。すごい前髪が。皆様お気づきでしょうか。私の服がいつもと違うことに。リップしてる。あ、してます、してます。そう、ちょっといつも。服かーい。ちょっとね、パジャマ事件が昨日起こりまして、はい、ちょっと新しいパジャマで、ちょっと可愛いクリーム色なんか着ちゃったりしていきたいと思います。どうでしょうか。ふわふわでは、ですね、裏肝でございます。裏肝ふわふわしてる。そうなんです。はい、ここで一旦罪をの逃れたと。パジャドラみたいなパジャマじゃないの、あれ可愛すぎますよ。あの曲めっちゃ可愛かったです。本当にパジャマでドライブいいですよね。え、逃れた。いや、もうそれなんかしちゃったりして。はい、そして今日はあれですね、リアルにパジャドラみたいなパジャマ着てる子いるんですかね。あいや、すごい、いるんですかね。あれだ、高島いるんですかね。ネグリジェみたいな、いてほしい気持ちはあります。いるんですかね。いねえよな。まだ寒いからパジャマでドライブはしちゃダメよ。確かに風邪ひいちゃう。なぎちゃんに聞いたら T シャツで寝てるって。え、もう T シャツ？そうなんだ。でもなぎちゃんおしゃれだから、おしゃれな T シャツだよ多分。そう、昨日のなぎちゃんの格好がめちゃくちゃ本間ひなたさんに似てて、本間ひなたさん来てくださったのかと思った。めっちゃ似てたんですよ。なんか、いや、なぎちゃんおしゃれだから。うわー、失礼いたしました。そう、なんて言うんだろう、ストライプの、いつもの、ストライプの、シャツ？めいちゃんに直接おめでとう言えた。あ、言えました。昨日、おめでとうって言って。昨日レッスンだったんですけど、レッスンの時に、紙コップに、名前書いて飲むんですけど、紙コップのとこに「メリー二十歳です」みたいな感じで書いてました。そしてなぜかそこに便乗したアンナさんも、なんか「アンナ16歳です」みたいなこと書いてた。
そう、それであとダンスの先生が、あのエサコイサを聞いてくださったのかはわからないんですけど、急に私のことをタカシって呼んでくださるようになって、タカシ23歳ですって書かなかった。確かに面白い。それわー、ゆうたん、普通にゆうたん、ゆあって書いちゃった。ちょっと次の時に書こう。そう、びっくりして、たかしここねみたいな、えた、たかし、あ、はいみたいな、急にね、たかし呼びだったから。おー、あなちゃん笑いに一直線に向かっている。そうですね。いや、もうなんかまだ見せてないだけで、あの人はあの最初からギャグ担当ですよ、マジで。なんか皆さんの前になると木本アンナですとか言ってますけど、あの人もあの人ずっとふざけてますけど、ずっとピーとか言ってフワンとかやってずっとふざけてるんです。本当に可愛いお顔なのに、なんかずっと変なことしてる。そう、ゆうたんは、ゆうたんは、ゆうたん何担当だろう。ゆうたんは何担当ですかね。やっぱキルキル担当めっちゃクールに見えるけど、いや違うんですよ、クールに見れているうちはまだまだですよ、まだまだなんです。あー、平安時代の靴やってた。そう、なんかここ真ん中だけリップ塗ってなんかとかやって、おへそできる。ふわふわ担当です。ショールームだと違うね。あー、やっぱそうなんですか。そうなんだ、4期生公演始まれば確かに4期生だけいたら、おう、あれ画面が止まった。あれ、いやいや、本性知ってるよねの配信見てるから。あそうなんですね。そうなんだ。あ、じゃあ知ってる方は知ってるってことで。あ、そう、お嬢口です。私は羨ましいなと思いながらご飯食べてました、あの時。一瞬止まっちゃいましたよね。ゆたんしっかりしてそうに見せるのがうまい、ひなたんタイプかもね。あ、最後のひなたんタイプかもでね、すべてが回収されました、ありがとうございます。しっかりしてるように見せるのがうまい、しっかりしてますよとか言って、いやでも本当になんか年上の人と活動するようになってからまだまだしっかりしてないんだなってのが最近分かってきて、なんか母って感じで。いやで、今日は最後の、あ、劇場公演が、あの最後のあれですよね、冬ブロックですよね。楽しみです。もうリアタイしたい、リアタイ。最年少はしっかりしてるのは NGT の伝統かも。あ、でも確かにいや、今日何か発表とかあるのかな。え、あるのかな。そうなんですか。え、そう、ギコ伝と渡り鳥、寂しいですよね。そうですよね、
飛び先輩が、いやまあでも悲しいですけど、春ブロックは一体どんな曲になるのか、飛びたかしが見たかった。来年の冬になったらどうなんですかね。コンサートで何も発表なかったから今日会ってもいいかなって。ああ、そうなんだそうなんだとか言って、すごいすごい考える。あ、そういうことか。確かになんか昼公演の時になんか発表あるみたいな雰囲気の反応をしていた気がする。皆さんが、おはようございます。いつか飛びたかしまってやりたい、心の羽やりたいですよね。あれでも持つ側もやってみたいんです。あ、一番は飛ぶ側やりたいんですけど、あのマイクパスとかいろいろあるじゃないですか、そこだからすごいやってみたくて。めっちゃかっこいいんですよ先輩方とか、はい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 ってやって、あの衣装着てほしい。うわー、聞いてみたい。あ、聞いてみたいで、着てみたい。なんか変な伸ばし終わっちゃった。そう、マイクパス、いや本来はマイクパスバレないようにっていうのがなんて言うんですか、もともとの考えだったんですけど、あのなんかすごい皆さんの注目ポイントになってしまってるということで、しっかり今日目に焼き付けましょう。マイクパスではないですね、マイクパス、そしてあの飛び先輩。ほっ、クロミちゃんの T シャツ着て名札つけていきます。うわー、え、ちょっとスクショしちゃってもいいのかな。いしちゃいます。カシャリカシャリ、ありがとうございます。リフティングね、たかしですね。あー、すごい、楽屋でナナミコールしたことはない。あの裏でみんなで見てる、モニターを見て待ってるんですよ。その時にみんなでせーのとか言ったり、ナナミさんって言ったり、あのせーのをみんなで言うことが多いです。持ち上げる前にせーのって言うんですよ先輩方が。あと心に太陽の時もあのちょっとあのあるじゃないですか、こうやって、そうせーのって、そう楽屋楽しそうすぎもと確かに、そうみんなでせーのって言ったり、あの好きな先輩のこのポーズが好きみたいなとかをみんなでやってるんですよね。私はリリカさんのボロボロになったが好きなんです。ユタのキャッチフレーズはたかしが一番可愛いよまでがセットだったのが、もちろんですもちろんですコールで、はいせーのとか言わない。私は結構あのコール好きなんです。言えないけどコール好きで、あのたまにあるんですよね。どこだっけ、僕の涙は流れないで、なんかフライングコールをしてる箇所があるんですよ。どこだっけ、なんかあるんです、毎回フライングでコールをしてる場所があって、いやそういう演出、あのファンの方の演出かもしれないんですけど、演出だったらすごく申し訳ないんですけど、あのそうなんですよね。だからそこにいつも注目して、20日もたかしが一番可愛いで OK なの。いやぜひ行っていただきたいです。でもコールは言うたんで、ちょっと可愛く言っちゃおうかなとか思ってお願いします。聞
聞こえるのかな、ゆうたんとかたかしとか来てくださる方いますか、この中に20日来てくださる方はいらっしゃいますか、いらっしゃるのかな、言います、ありがとうございます。たかしが思う4期の聖書キャラって誰、4期の清楚キャラなんている？なんか最初はあのみんな清楚で可愛い子たちだと思ったんですけど、なんかみんなどんどん化けの皮じゃないけどどんどんみんな最初本当にみんな清楚だと思ったんですよ。可愛い子たちが集まってみんなもなんかふわって感じでみんなボケ担当、もうあ、青ちゃん、あでも青ちゃんどうなの、青ちゃん可愛い担当だな。あんなちゃんは一番ふざけます。もういないって、誰ですかね。自称清楚キャラはいるんですけど、実際清楚キャラ、誰だろう、意外にって何ですか、意外にて、アナちゃんとモモちゃんは一番ボケ担当ですよ自分で清楚なんてそう自分で言っちゃう人違いますか。本当にいないかもしれない、誰だろう、清楚ひろかっぴ、さしすせそ、ひろかっぴかな、多分ひろかっぴですかね、多分4期の中でまだとか言って清楚でいるのはカッピーですね、カッピーだ、カッピー、カッピーはいじられキャラじゃないの、あ確かに、なんて言うんだろう、清楚ふざけまくってない人、意外にユータン、意外にやっぱユータンとか言ってとか言ってユータン、カッピー呼びは大丈夫な、え私ずっとカッピーって、あれヒロカッピー、最近カッピーって呼んでますね、カッピー、タカシの化けの皮は剥がれている、タカシは最初からですよ、最初、あまあでも最初か、最初はなんかなんて言うんだろう、なんかあ、はじめまして、あでもでもあでもどうなんだろう、最初はちょっと静かめだったかもしれないかも、どうなんだろう、たかし指浸透してるの結構みんな呼んでくれてるけど、ヒロカッピだけは唯一ユータン呼びしてくれますね、唯一のユータン呼び、でもさ、たかし意外に釣り師だって、意外にえ、釣り師でした、え、釣り師でした、え、そうですか、自分も釣られたから、おお、え、嬉しい、
ユタヤミ絶滅危惧種。そうですよ、そうだそうだ、カッピしか読んでくれない。あ、でもコールでぜひ聞かせていただいたら嬉しいです。いや、そうですね、ユタはこれから綺麗になる未来しか見えない。え、嬉しいです。すいません、ちょっとなんか前髪も我々の状態そう、あの学校で結構男子たちが結構なんかセンター分けブームが来てるのかな、多分センター分けブームが多分来てるんですね今おそらく。で、私がこのたまにちゃんと前髪作って学校行きますけど、たまにこのこれで前髪学校に行くと、あの私が勝手に「あ、前髪お揃いだね」とか言っていじるんですけど、かわいそうですよね。あのちゃんとこうやってなんかこう何アイロンとかで、男子の方はねちゃんとこうアイロンでこう綺麗にふわっていう、なんかなんて言うんだ、あのなんて言うんでしたっけ、センター分け、センター分けをしてるんですけど、私はあのナチュラルのナチュラルのセンター分けをしていくそれに男子はどれつなんでですか、あったかしらどうなんだろう。そう、男子もアイロン使うんですよ、なんか綺麗にこうこうやってやっちゃったりして。私ちょっとなんかアイロンよくわからないんだよ。あ、でも最近前髪の巻き方をのコツを覚えて、毛先だけくるってやるとちょっと可愛くなりやすいことに気がつきました。私のなんていうんですか、私的に、あ、待って、そうだ、そうだ、遅れちゃう遅れちゃう、行ってきます。アイロン使ったことが、え、そうですよ、私この前ここやけどしそうになっちゃいました、熱かった。行きます、男女民行きます、行きます。13位ケロちゃんさん、ありがとうございます。12位タカオさん、ありがとうございます。11位どんぐりさん、ありがとうございます。10位なほこさん、ありがとうございます。9位、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、9位ピーメガネさん、ありがとうございます。8位哲夫さん、ありがとうございます。7位アベブボキさん、ありがとうございます。6位マーチさん、ありがとうございます。5位ケンボーズさん、ありがとうございます。4位埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。3位デキ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 ちゃん、よしさん、ありがとうございます。2位デキ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 、いやありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、あの DMM で公演を見ることを楽しみに学校行ってきたいと思います。おはゆうたギリギリ見たちょうど終わるはい、あ、もうじゃあもう一回、はい、あのはい、劇場公演楽しみに、あの皆さん目に焼き付けましょうね、一緒に冬ブロックを、はい、学校楽しんできます、バイバーイ、行ってきます、バイバーイ。あ、キャッチフレーズやってない、あ、ちょっと何だっけ、私が私は誰って言ったらゆわゆわって言ってくれたら嬉しいです。はい、私は誰、ゆわゆわ、 Yes I'm ゆわ、 ありがとうございます。ユニコーンに乗って新潟から世界へ羽ばたきます、新潟県出身最年少14歳のゆうたんこと高島ゆわです、よろしくお願いします。ゆうたんが一番可愛いよ、高島が一番可愛いよ、ありがとうございます、ありがとうございます。
20日はキャッチフレーズできるのかな、ちょっとわからないんですけど、できたら高島さん呼びなんですね。あんまりいないかも。ゆありがとうございます。20日できるのかな、したい。行ってきます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。